はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画238回目は前回からの続きでバイスクルジャパンのシリーズです。ここで年をまたいで2019年発売バイスクルジャパンイエローです。追加された色っていう感じですね。それでは開封します。箱を見ていきます。バイスクルジャパンイエローです。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ユナイテッド・ステープリング・カード・カンパニー、上面がポーカーサイズ、やっと見える位置っていうか、クロージャーシールがかなりずれています。黒色のクロージャーシールで黒ベースのイエローです。下面がバーコード2019年 USPCC のアーランガー KY 製でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。おい、今回はこちら側がバック面ですね。入れ方が変わったのかな。とりあえずバック面から、ここは変わらずですね。ブランクフェイスが2枚で、表面が、わ、黄色だとかなり見えにくいですね。あ、今回は薄いのと濃いのではなくて、マルチカラーの箱色のジョーカーといつものバイスクルジャパンのジョーカーと、文字がかなり見えにくいですね。で、箱色の黄色になってるスペードのスペードの S、 自慢コードはいつも通りないです。数字の方は黒色は普通ですね。で、箱色の F7 のカード、出線は青色なんですね。で、赤ピプスの方が箱色になっていて、これはかなり見えにくい感じになってますね。肉眼だと反射しててね、キラキラ光ってるというか、際立ってるというか、カメラ通すとかなり見えにくくなるみたいです。で、ダイヤの絵札、クラブの絵札、ハートの絵札、で、ハートのエース、2018年のスタンダード54枚と、これも変わらずですね。2018年のスタンダードよりも3枚分厚みがあります。滑りはいつも通り高品質。弾力の方はややバック側が固めで、こちら側が柔らかめで、ちょっとだけ癖があります。ファローを入れてみます。お、ファローは入りにくくなってますね。はい、上下混ぜてみました。入りやすくなってるかな。あ、それでもちょっと入りにくいですね。ファローはだいぶ入りにくいです。はい、それでは暗くしてみて、ブラックライトを当ててみたいと思います。はい、周りを暗くしてブラックライトを当てています。だいたい肉眼で見るのと同じくらいになるように露光調整してあります。結構しっかり反射してて、光ってるというか反射してる感じですね。これよく見ると線の部分とエンジェルの部分、微妙に色が違ってて、若干緑がかってますね、エンジェルが。こういうところなんかインクの使い分けしてるんですね。黒の数字の部分は光っていないので、こんな感じで光る部分が見えるとかなりね目立っています。で、
して昨日も見たんですけど、箱も同じように光ります。光るというか反射してますね。というわけでこんな感じで色分けが出たっていうのはね、なかなかインクが進化してるってことですね。最後おまけでブラックライトを強めにしたいと思います。はい、強い光を当てるとね、ちょっと周りも明るくなっちゃうんですけど、はい、黄色はかなり反射率が高くて明るい感じです。バイスクルジャパンイエローを開封しました。まあ、2019年になってインクが少し進化したのか色分けもされてましたね。で、イエローの感想としては反射率がかなり高くて、肉眼で見た場合はまあとりあえず見えるかなって感じなんですけど、カメラを通すとかなり数字が見えにくくなる感じです。はい、というわけでジャンル分けします。3枚分の厚みなので厚い。品質の方はファローがねびっくりするぐらい入らなくなってたので普通ぐらいです。松井ゲーミングマシンのメーカーコラボで、バイオレットインクのコンセプトカラーです。バイスクルジャパンイエローでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。